福島県実技佐藤雄平殿。福島県で IAEA 閣僚会議が国の主催で開催されています。 IAEA は核管理の名のもとに核と原発を推進するための国際機関であり、収束さえしていない原発事故に今なお苦しみ続ける福島にそのような組織が進出することはどのような理由であれ私たちは認めることができません。県知事にちゃんと伝えていただきますように、直接渡していただきますようによろしくお願いします。私たちの熱い願いがここに込められています。よろしくどうぞ。お預かりいたします。お願いします。私は施設管理課の菅野と申します。本日は県議会が、開催されておりまして、担当課長、担当部長と、出席できないということで代わりに私が、預からせていただきます。担当課、担当部長、あと県知事の方には皆さんのご要望、確実にお伝えしたいと思いますので、この要請書をお預かりさせていただきます。よろしくお願いします。チェルノブイリの時の健康被害のデータであるとか、それから心ある科学者たちの研究とか、そういうものを表に出さないようにしてきたんですね。でそういうことも一つ問題だというふうに思います。とても選挙もね、今回の選挙というのは非常に重要な選挙ですので、そこに力を注がれるというのもとても大事なことだと思います。ただですね、IAEA に関しては今回の閣僚会議だけでなくて、福島県に常駐するという形をこれからするということを言っていますので、どうかそのことを頭に置いて、常に監視行動をともにお願いしたいなというふうに思っています。はい。